こんにちは、チョルです。今日は、竹取物語シリーズ、中納言、宇佐野亀と七足りの旧婚編、お届けしまーす。さて、皆さん、竹取物語旧婚編5人目になりました。最後は中納言磯の神のマロタリという方です。今まで散々釣れない態度をとってきたかぐや姫ですが、今回はうまくいくのでしょうか。では課題の様子を見てみましょう。中納言磯の神マロタリの家に使われるおの子どものもとに、つばくらめの巣食いたらば告げよとの玉を受けたまわりて、何のようにかあらんと申す。答えての玉をよう、つばくらめのもたる小安貝をとらむ量なりとの玉を。つばめが巣を作ったなら教えてください。つばめの巣なんて何に使うんですか？ツバメが持っているという小安貝を取るためです。中納言磯の神のマロタリに課せられた課題は、ツバメの小安貝を取ってきてくださいというものでした。ということで、中納言は家来たちにツバメが巣を作ったら教えてねというふうに言っておきます。すると家来たちは、中納言、食糧庁の柱にツバメは巣を作りますよ。そこを見張っていたらいいんじゃないでしょうか。私たちを連れて行ってください。その場に家来たちを使わせて、私が指揮を取りますけれど、しっかり見張っています。ツバメが巣を作ったらすぐにもお知らせしますよ。こんな風にアドバイスする人もいたんですね。なるほどね。全然知らなかったな。いいことを教えてくれました。殿より使い暇なく賜わせて、小安の貝取りたるかと問わせたも、つばくらめも人のあまた登り至るに応じて巣にも登りこず、かかるよしの帰りごとを申したれば聞きたまいて、いかがすべきとおぼしわずらうに、かのつかさの堪忍くらつまろと申す、おきな申すよう、小安貝取らんとおぼしめさばたばかり申さんとて、御前に参りたれば、中納言額を合わせて迎えたまえり、倉つまろが申すよう、このつばくらめの小安貝は悪しくたばかりで取らせたもうなり、さてはええ取らせたまわし、穴内におどろおどろしく20人の人登りてはべれば荒れてよりもうでこず、せさせたもうべきようは、この穴内をこうちて人みな退きて、豆ならん人一人を荒子に乗せ据えて、綱を構えて鳥の子馬の間に綱を釣り上げて、ふと小安貝を取らせたまわんなんよかるべきと申す。中納言の玉をよう、意図よきことなりとて、穴内を放置人皆帰りもできぬ。中納言はもうやきもきして、小安貝はありましたかと何度も何度も聞くのですが、こんなに大勢の人数がいたらツバメの方も怖がって寄ってきません。全く作戦はうまくいかないんですね。すると直接の中納言の家来ではないのですが、クラツマロというおじいさんがアドバイスにやってきます。その様子をどうぞ。小安貝を手に入れたいのであれば、良い方法を伝授しましょう。小安貝が手に入らないのは方法が間違っているからです。あんなにたくさんの人数で、あんなに厳重に見張っていては、ツバメの方も怯えて寄ってきません。まずはその足場を壊して人を散らせてください。そして一人だけを残して、目の粗いカゴに乗せて、ツバメがやってきて産卵しようとしている時に、スッと綱を吊り上げて巣の高さに登らせてみてください。それが最上の策かと思われます。こんな風に言われたので、もう中納言は大喜び。みんなには知らせずに、忠義の熱い家来たちだけを集めてこの話をします。
そして、くらつまろさんにこんな風に言います。なるほど。それが一番いいですね。はい。じゃあ皆さん、これで解散です。ちょっと、散って散って、ツバメが来なくなっちゃうでしょ？でも、ツバメが子供を産むのはどうやって知ったらいいんですか？ツバメが子供を産むときは、まず尾を上げて七度回ってから卵を産み落とすようです。その際に回り始めたら、すぐに家来を一人差し上げて巣の中を見てみてください。そこに親巣貝があることでしょう。なるほど。ではそのようにしましょう。うちの家来でもないのに、こんなに私によくしてくださって。本当にありがとうございます。夜になったら絶対また来てくださいね。あ、それからこれ、この服差し上げますよ。せめてものお礼です。受け取ってください。さて皆さん、日が暮れて磯の神のマロタリはグラツマロに言われた通り食料庫にやってきました。そこにはもう家来たちはおらずに、一人の家来だけがカゴに吊るされています。それではそこから先を見てみましょう。なんとアドバイスの通りにツバメがくる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 その中で回っています。そこで家来を釣り上げて、何かありましたかというふうに聞くんですが、家来の方は、ん？何もないですよと返します。そこで、どう？あったの？もっとよく探して。ちょっと、どいて、私が行く。お、よいしょ。よし。よく探してってば。ほんとに。あ、あった！ねえみんな、あったよ！え？嘘でしょ？ああ！何かを掴んで、あ、やったよと言ったのはいいんですが、家来たちもみんなびっくりして、綱を引きすぎて、なんと綱が切れてしまいました。そして中納言はかなえと呼ばれる大きな大きな鍋の中に落っこってしまうんですね。そこで気を失ってしまいます。果たして中納言はどうなるのでしょうか。中納言、中納言、どうしよう。目を覚ましてくれないよ。水、水、水持ってきて。家来たちがゆっくり水を飲ませて、ようやく正気を取り戻す中納言です。果たして彼の手の中にあるものは何なのでしょうか。この通り待ってるよ。え、何これ。もう恥ずかしくて、世間様に顔向けできない。外も歩けない。もうどうしよう。恥ずかしいよ。あなたって親巣貝だと思って取ったのに、ツバメの〇子だった。実は中納言が病みついてしまったというのはかぐやの耳にも入ります。そしてかぐやはこんな行動をとるんですね。なんだか中納言磯の神のマロタリさん、病気になってしまったらしいわね。ちょっとかわいそうだから歌でも送ってあげましょう。え、かぐや姫から手紙？もういいよ。だってどうせ小屋芝居なんかなかったし。え、歌？なに、長いことこちらにお見えになりませんけれど、ツバメの小屋芝居も取れず、あなたを待つ甲斐もないという噂を聞きましたが、本当でしょうか？かぐや姫、意地悪ですね。こんな歌を送ります。ただ、意地悪で送ったわけではなくて、ちょっとだけ心配してたのかなとは思いますね。この
ことを聞いて、キュナゴンは？もうやっぱり。ね、返事書くから。私今から言うから、その通りに書いて。肺は書く、ありけるものをわび果てて、死ぬる命を救いやます。気の素害はなかったですけど、でも、あなたから、こんな素敵なお見舞いの歌が届いて、怪我をした甲斐もあったものですよ。ほら、そんな風に優しい言葉をかけてくれるなら、どうして今にも消えそうな私のこの命を救ってくださらないのでしょうか。そう書いて送っておいて。かぐやへの変化を書いた後、パリパリと息絶えてしまいました。やっぱりなんかちょっとかわいそうですね。この中納言の一言から、頑張ったのに成果が出なかった、なんていうことを、甲斐がない、というようになったそうです。それでは、ここまでで、旧婚編、5人の貴公子たちをご紹介しました。誰一人としてうまくいった人、いませんでしたね。最後の2人に関しては、かぐやとの絡みもあんまりなかったかな、と思います。竹取物語シリーズ、旧婚編は、ここまでとなります。続いて竹取物語シリーズはかぐや姫の昇天編に入っていきます。ついに帝が登場しますので、皆さんお楽しみにしていてください。はい、今回もご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いな、ためになったと思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。